アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今回はアリアの1週間おやつということで、1週間分のおやつを1日ずつ紹介していきたいと思います。それではどうぞ。まず1日目です。1日目のお菓子はこのハリボーのぶどうのグミです。アリアグミ大好きだからグミは欠かせないですね。あと2つ目はダダン、キノコの山。あと最後の1つがこれです。これは多分何っていう感じのやつなんですけど、これはなんかストローみたいになっていて、こうやって牛乳を注いでこのストローを刺して飲みます。じゃあまずこの牛乳から飲もうかな。こういう感じのタイプのストローになってるんですけど、これはなんかいちご味になります。なんか飲んだらここを通っていくのでいちごの味がつくんですよ。じゃあ早速飲みたいと思います。いただきます。めっちゃ懐かしい味、めっちゃ美味しいんだけど。なんかこれはアメリカの時によくいろんな種類を飲んでて、でたまたま見つけたので買ってみました。なんかほんのり甘くて、そんないちごいちごって感じじゃないけど、牛乳に一味加えてくれる感じです。で牛乳を飲みながらこの2つも食べていきます。じゃあグミ食べようかな。なんか顔ついてるんだけど顔ついてる。いただきます。おいしい。ハリボーのグミって硬いよね。なんかこの硬さが弾力があってめっちゃ美味しいです。じゃあ次、タケノコの山食べたいと思います。みんなはキノコの山派ですか、それともタケノコの里派ですか。アリアはどっちかって言ったらタケノコ派だけど、でもキノコも好きみたいないただきます。めっちゃ美味しい。タケノコの山、タケノコの里のチョコの方が甘くて、こっちは程よい甘さって感じで、クッキーもすごい美味しいです。じゃあ1日目のお菓子ですか1日目のお菓子でした。じゃあ次2日目いきます。ボー、はい、2日目です。2日目はじゃじゃん、この3つです。まず1つ目はこの抹茶のポッキーです。アリアめっちゃ抹茶が好きなので抹茶ポッキーを選びました。あと2つ目はドライマンゴー。アリアマンゴーめっちゃ好きで、このドライマンゴーが一番好きです。で3つ目がででん、これガムなんですよ。ラブルーガムなんですけど、これは本当に美味しくてよく食べてます。愛用愛用じゃあこれから食べようかな。これ見たことある人いるかな。ででん、こんな感じでテープの巻き巻きみたいになってて、自分が食べれる量だけこのカッターみたいなところで切れて食べれるんですよ。これもねアメリカでよく食べてました。なんかお姉ちゃんがめっちゃ好きで、アリアもよくもらってました。いただきます。めっちゃ美味しい。ほんわか甘くて、なんて言うんだろう、すごい美味しいじゃあ次何食べようかな。ドライマンゴー食べます。いただきます。めっちゃ美味しい。甘酸っぱさもあってすごい爽やかで美味しいです。これおすすめです。一番大好きじゃあポッキーも食べよ。色が同じ結構なんか抹茶嫌いな人多いよね。アリアは好きだけど、すごい、ここのクッキーの部分まで緑だ。いただきます。めっちゃなんか濃い抹茶です。めっちゃ濃い抹茶が好きなので、これはめっちゃ美味しい。めっちゃまろやかなチョコが絡んでる感じ。2日目でした。2日目もいっぱい美味しいの食べました。次3日目、ビュン、はい、3日目です。3日目のおやつはババーン、シュガーラスクです。最近ラスクにハマっていてラスクをチョイスしました。あとアリアが大好きな飲み物です。てってて、ガバジュース。これは、まあ、ハワイの飲み物なんですけど、
ハワイの時とかラスベガスの時とかアメリカにいた時によく飲んでたジュースです。じゃあ早速いただきます。やばい、めっちゃ美味しい。ちょっとつぶつぶが入ってて美味しいです。これはね、こんな感じの色なんですけど、これはフルーツです。めっちゃねフレッシュで美味しい。ハリエガーバ大好き。じゃあラスクも食べようかな。これもねシュガーバター味だって。なんかめっちゃ薄い、すごいなんか薄いチップスみたいなやつだった。いただきます。ん、何これ、すごい美味しいです。ポテトチップスのシュガーバみたいな感じなんですけど、ポテトチップスってなんか甘い系のはないんですけど、これは甘い系のお菓子でめっちゃ美味しいです。あ、これパンなんだね。薄くて食べやすいしパリパリしてて美味しいです。おすすめ。じゃあ4日目に行きたいと思います。アリアのやつ4日目、 GO。 はい、4日目のおやつです。今回もね3つなんですけど、この3つです。まずブラックサンダー、これはねちっちゃい方のブラックサンダーです。あとタラタラしてんじゃねえよあとスケルテンズです。じゃあこれから食べていきたいと思います。みんな見たことあるかな、多分 M って書いてるチョコと似てると思うんですけど、これはチョコじゃなくてキャンディーです。じゃあこれから食べていきます。これもアメリカの時よく食べてた、なんかチューイングキャンディーみたいなのかな。で味が5種類味があります。これ何味だ、オレンジだ。しかも一つ一つちゃんと味があって、なんていうの、ちょっとだけしか違うじゃなくてちゃんとオレンジみたいなわかるかな、めっちゃ美味しいです。じゃあ次、これもお姉ちゃんが食べててちょっともらった時にすごい美味しくて買いました。これはなんかちょっと辛いんですよ、でもなんか辛さがたまんなくて美味しいです。いただきます。なんかちっちゃい感じだからいっぱいパクパク食べれます。あ、ちょっと辛くなってきた。でちょっと辛いと思ったらここにチョコを足す、そしたら美味しくなる。うん、めっちゃ甘い香り。いただきます。めっちゃサクサクしてます。外のチョコがまろやかで美味しいけど、中がサクサクしてて美味しいです。じゃあ4日目も美味しいおやつでした。次5日目いきます。 GO。 はい、5日目のおやつです。5日目はこんな感じのおやつです。イエーイ。みんなこれ知ってますか。これはねアメリカの時にアリア結構食べてたんですけど、なんとお家でポップコーンができちゃうんですよ。しかも電子レンジでできるんですよ。これすごくないですか。そう、電子レンジ1台があればいけます。しかもこれ味付けがバターでもうされてて、あと電子レンジに入れたらめっちゃポンポンポーンっていう音が鳴るからちょっとびっくりするけど、まあ、それも面白いです。でもこれは後で食べます。でこれはプルント。アリアプルントもめっちゃ好きで、これはねアップルとグレープです。でアップルから食べていきます。いただきます。なんだろう、歯ごたえもあるしプルプルしてて美味しいです。プルント美味しさいろいろ。プルントプルントもいっぱい味出てて、前いちごの味食べたんですけどすごい美味しかったです。アリアの家ではよくプルントを凍らせて食べるとめっちゃ美味しいので、みんなもやってみてください。以上5日目のおやつでした。じゃあ次6日目最後らへんに突入するぞ。レッツゴー。はい、6日目のおやつです。6日目のおやつはドラン、こちらの2つです。アリーが大好きなドラえもんのお菓子と、めっちゃ好きなグミです。これはいろんな味があるんですけど、すごい酸っぱい、サワーパワーって書いてるんですけど本当に酸っぱくて、でもなんだろう、酸っぱいけど甘いっていう感じのアリーが好きな感じのやつです。いい匂い、いただきます。うん、酸っぱ。なんか最初は甘いんですけど、だんだん酸っぱくなっていくって感じでもめっちゃこれは美味しいです。これもアメリカの時に
結構いろんな種類食べてました。で次こっち食べていこうかな。これはチョコレートです。シール付きだって。何のシールかな。おー、転ばし屋、イエーイ。みんな知ってます？転ばし屋、アリアは知ってますよ。相手を転ばせるんですよ、お金を入れて。これいいね、シールも付いてるし。え、めっちゃ美味しそうな匂いがする。みんな匂いますか？匂わないかいただきます。こういう系か。中がサクサクしてて、なんかいろんなちっちゃい空洞があるので、よりサクサク感があります。チョコも甘すぎないし美味しい。これいろんなドラえもんの道具も載ってます。アリアの6日目のお菓子でした。最後でラストのおやつ紹介です。みんな見てね。7日目、どうぞ。はい、最後の7日目のおやつです。7日目のおやつはダダーン、この3つです。まずアリアが好きなカプリコ。カプリコの上のこの部分がめっちゃ好きです、アリアは。いただきます。このチョコの部分がめっちゃ美味しいです。これ何チョコ？いちごのチョコなんですけど、なんかちょっとこんな感じでちっちゃい空洞ができてて、すごい美味しい食感です。しかも真ん中が普通のチョコレートで、周りがいちごのチョコレートですね。カプリコ美味しい。じゃあ次にアリアが好きなコロロ。コロロもねめっちゃ好きで、ちょっと高級なコロロとかも前買ったりとかしてました。すごいね、これ美味しいんですよ。新食感グミで、つぶつぶも入ってるし、こんな感じのグミです。いただきます。これは桃味か。桃、めっちゃ桃。なんか透明の袋の中に桃のなんかジェルみたいな入ってる感じなんですけど、そのジェルが本当のマジで桃って感じのジェルで、しかもなんかさっぱりしてるし、何個でも食べれますね。マリアは一番好きな味はマスカットの味です。でも桃も好き、美味しいから。そして1日目で紹介したこのミルクのストローなんですけど、これはキャラメルの味です。でいろんな味があるんですけど、アリアはこれキャラメルを飲みます。イエーイ、こんな感じです。いただきます。え、めっちゃキャラメル、牛乳とキャラメル合わせた感じだろうねって感じだね。ここ通っていくからすごいキャラメルの味がして美味しいです。でもなんか牛乳本来の甘さもなんか残ってる感じで、すごい美味しいです。牛乳を全て消してない感じでめっちゃ美味しい。牛乳が一気になくなりそう。牛乳をいっぱい飲んだらみんな背高くなるのでいいね。これは本当におすすめ。なんか牛乳毎日飲みすぎてもう飽きたっていう人とかおすすめです。じゃあ7日目のおやつはこんな感じだったんですけど、アリアの1週間おやつどうでしたか？参考になったかな？参考になってくれたら嬉しいです。みんなもアリアと同じおやつを食べてみましょう。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。